はいはいはい、私には時間がない、私には時間がないんですけども、この後ですね、子供の部活のお迎え、子供の部活のお迎えでですね、もう今すぐにでも家を出なければならないんですが、衝撃的なニュース、衝撃的なニュースが飛び込んでまいりましたので、パパッとパパッと言っちゃうよ。はい、その昔ですね、我らが日の丸飛行隊、我らが日の丸飛行隊を苦しまでですね、白人のエゴ、白人のエゴ、俺たちこそが世界ナンバーワンだ。ごめんね、ジャンレの大好きだからね、大好きだね。この白人のエゴがですね、ついに中国に向かっております。名さんから衝撃の情報飛び込んでまいりました。はい、EU が動きました。欧州連合が動きました。なんとですね、世界各国の炭素の排出量に応じて輸入品に対してですね、もう懲罰とも言える課税をするぞと、課税をするぞというですね、この炭素国境調整メカニズムがですね、日曜日に発動いたしました。簡単に言います。炭素を排出している国によって、国ごと、炭素をですね、多く排出している国はですね、いっぱい税金かけられちゃう。今世界ナンバーワンの炭素排出国はどこでしょうか？はい、このグラフでも見てもわかりますよね。圧倒的中国。つまり中国様だけに圧倒的な課税がなされるというですね、報道が飛び込んでまいりました。それだけではないんです。名さんからの追撃、情報でございます。はい、イタリア政府が独自でですね、中国の EV、中国の電気自動車をですね、ゴリゴリに弾き始めましたよ。これ何かというと、簡単ですよ。すげえざっくり言うよね。イタリア政府はですね、EV の購入に対して補助金をドバドバ出しております。しかし、この今後ですね、この補助金からですね、中国の車を弾きます。イタリア国内、EU 国内でですね、作られた自動車にだけですね、補助金を出します。中国の電気自動車は対象外です。じゃあもう中国の電気自動車いりませんという流れになるんですね。で、これね、もうすでにフランスが発動しておりまして、韓国自動車もですね、なぜかついでにダメージを食らうというですね、大爆笑の状況になっていると、ここまで一気に行っちゃうよ。どうも闇の熊さんだよ。はい、ということでですね、これ、ご存知です。覚えてます？この日の丸飛行隊ね、日本のね、スキージャンプのですね、何年前もある、30年くらい前になるのかな、30年近く前になりますよね。日本に感動をもたらしてくれたですね、日本のね、日の丸飛行隊でございますよね。もうね、この日本のね、スキージャンプの技術っていうのはですね、当時すごくてですね、もうね、欧米人だろうが黒人だろうがですね、もう絶対に追いつけないぞ。今後ですね、日本がですね、世界の頂点に君臨し続けるんだという状況になったわけでございますよね。しかしね、この状況をですね、面白くないと見て取った白人様たち、このままでは日本人にですね、スキージャンプは乗っ取られてしまうと、よし、ルールを変更だという形で、超日本人に不利なルールをですね、変えられてしまってですね、その後日本人たちが苦労することになったんですが、あの白人のエゴ、あの時にはですね、もうね、白人全員をボテクニカ回しやりたいと、みんな思ったよね。でもね、このエゴがですね、今中国に向いていると、これはとっても気持ちがよくありませんかね。日本のですね、自動車をですね、こうね、駆逐するために始めたですね、この脱炭素をね、なぜならですね、この隙間を縫って、間を縫って、中国が、ね、日本にはダメージは大きかったけれども、なぜかその合間、隙間を縫ってですね、中国がやってきてですね、今や EU はですね、自国で、EU 内でもですね、当然ね、ルノーとかさ、メルセデスとかさ、いろんな有名メーカーがあるんだけれども、それのお株をね、奪うような形でですね、中国の安い EV、まあ値段によらないからね、人っていうのはね、中国の安い EV がですね、今ヨーロッパを席巻してるんですよね。で、これをね、全然面白くね、どうにかしてですね、中国をぶっちめたいと考えてですね、EU 様がですね、ついに中国を弾きまくりなんですよ。すごいですよ。読んでみます。メイさんからのね、衝撃ニュースでございます。はい。EU 欧州連合がですね、炭素の排出量に応じて、輸入品に課税をするですね、炭素国境調整メカニズム、CBAM っていうのね、のですね、第一段階を日曜日に発動しました。世界最大の炭素排出量を誇るですね、中国の輸出に大ダメージになっていきそうでございます。これすごいダメージになると思いますよ。だって、これに関しては、あれだからね、EV だけじゃないからね、電気自動車だけじゃないからね、ほぼあらゆるですね、こう製品にね、これかかってくる製品からかなり多いからね。これはですね、欧州連合がですね、WTO を巻き込んで世界レベルでですね、炭素排出量に応じた関税をかけに来ているということでございます。第一段階ではですね、炭素集約型6業種、セメント、鉄鋼、アルミニウム、その肥料に電気に水素化のですね、この輸入業者がですね、炭素排出量の報告を開始することが義務付けられます。これ、ここいいね。これ肥料ってのがいいな。これ肥料ってね、結構中国からね、出てる部分が多くてですね、これを抑えられると日本も困るんだよね。でも EU
EU がさ、これ、ここに税金かけてきたらさ、日本に売らざるを得ないから、この肥料をですね、日本への生産に使えないな、というですね、あの状況もね、考えられますから、これは本当にとてもいいんです、これはね。段階的にですね、様々な業種に適用されまして、日本企業も中国等で生産をしたですね、製品を輸出する場合、この課税対象になる可能性があるとね、だから中国で生産やめようよって、最近ね、あの日本企業が中国から結構引き返してきてるでしょ。これが結構大きいらしいよね。このですね、措置はですね、最終的に炭素集約型の輸入品、火力発電頼りの輸入品に課税をして、ヨーロッパの厳格な炭素排出規制を遵守している欧州企業がね、ヨーロッパの企業が域外の生産者のですね、不公平な競争にさらされないようにすることを目指していますよね。要するにですね、これね、あの炭素排出を規制をするとですね、どうしてもコストが上がっちゃうのよ。ね。で、それをね、厳格に守ってるのがヨーロッパなんだよ。でもね、全然守ってないのが中国。ね。あの、太陽光パネルとかを作るためにですね、もうあの、何あの、なんだっけ、炭素じゃないや、炭素じゃないや、石炭だ。石炭火力発電とかをですね、もうぐるぐる回せるからね。石炭火力発電って、まあまあ二酸化炭素出しまくるからね。うん、石炭火力発電をね、ぐるぐる回せる中国って、全然この脱炭素を守ってないんですよ。でもね、そのおかげでコストはめちゃめちゃ安いんだよ、中国製品って。だからその安い製品が、今ヨーロッパを席巻しようとしていて、こんなもん許せるかと。なんでルールをきっちり守ってる俺たちがね、あの、高いコストで苦しんで、ルールを全然守ってない中国がね、安い製品をどんどん出して、シェアを席巻していくんだと。こんなのふざけるんだと。嫌だ嫌だという形でですね、あの、欧州からの反撃が今回来たというお話でございますわな。最高でございますわな。ということでですね、中国に製造させ、コストを抑える中国依存型ビジネスモデルも規制されていくという形になりますね。移行期間が終わるですね、2026年の1月から始まる、第2段階から実質的な関税は発動します。これはですね、あの WTO との互換性のある措置であると言われている上に、世界中の企業にですね、戦略的財務的な影響を与えるだろうと言われてます。まあ、そらそうですよ。あの、でっかいマーケットである EU がですね、全然違うルールドーンと放り込んでくるんだから、そらもうものすごく世界激震よ、これは。注目点はですね、EU が中国に頼り切っている、ね、中国のソーラーパネルと、あと中国の EV 電気自動車に規制に基づいて課税するかどうかですよね。中国はですね、世界の脱炭素政策を利用して、世界にですね、脱炭素基準をですね、守れと言いながら、自国ではですね、質の悪い石炭火力発電を大量に建設、あ、もう書いてくれてるな、メイさんね。建設をして、安価な製品を輸出、そしてですね、脱炭素マーケットを根こそぎ独占しようとね、中国が目論みましたと、EV や太陽光パネルの世界市場を独占しかける直前でしたが、こうした動きによって、その夢も儚く破れそうですね、という形でございます。これ最高じゃない？最高じゃない？だからもう一回見せよう。このグラフ見てみね。世界でですね、一番脱炭素を排出しているのは中国なんでございますよ。ね。で、これね、俺が今から言うのはちょっと内容違うんだけど、イメージとしてはですね、よし、中国、では脱炭素税をですね、導入したのと。で、さあどうしようかなとね、中国はですね、世界の脱炭素の 32.9% を出している、世界ナンバーワン炭素排出国だなと。よし、じゃあ中国の製品には全て 32.9% の関税をかけてやれ。日本はどうだ？日本はですね、第6位でございますね。じゃあ日本は、の関税は 2.9% で構わないよ。こんな状況が訪れようとしてるんですよ。その日本大勝ち確定じゃん。ね、そういう話。そして追撃のね、どこで、メイさんからの追撃の情報が、こちらでございますよ。コーヒー飲んでいい。はい、さっき言った関税というのは、まだまだ EV とかね、太陽光パネルに直接的に関税されるという状況ではまだないと。この第2弾がどうなるかというのが注目のポイントなんだけど、はい、それを待てない EU 各国が、もうすでに、中国の EV 電気自動車に対して課税を始めようとしてますよ。ね、なんなら始まっちゃってるのかな。まずはイタリアでございます。イタリア政府がですね、中国製の電気自動車から自国の自動車産業を守るために、イタリアの電気、自動車産業をですね、優遇政策を検討開始。これ簡単に言うとさっき言った通りなんですよね。イタリア国内のね、自動車メーカーから EV を買うときには、補助金バリバリ出しますよ。中国製のメーカーを買うんですか、あなた。であれば補助金出しませんっていうですね。露骨、ああ、怖い、これ、白人のエゴ怖い。何回も言う、僕はジャンレノが大好きです。勘違いしない。レオン最高だよね。これ言ってこないとね、ファンの方に殺されてくるからね。どこ行った。はい。先月フランスで採用された。そう。フランスね、もう一般、先にやってんのよ。これちょっと後で、記事見つけたから読んだけど、はい。フランスで採用された中国製の EV 購入抑制政策をヒントに、中国からですね、自国産業を保護するために EV の製造流通過程におけるですね、二酸化炭素排出量を基準にですね、EV 購入奨励金を出すことを検討しているようでございます。ね、現在イタリア人はですね、EV 購入奨励金の 80% をですね、海外生産者の購入
入に使っていますが、これをですね、イタリアが自国企業フィアットに使わせたいということですよね。はい、欧州がどん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 中国の電気自動車を弾きに来ましたね。いい流れ、いい流れでございますわよ。これどうどうそう、自国ファーストだねと、自国ファーストだねとね、まだまだ急激なですね EV 推進を止めてほしいがね、中国排除は良きことかな、良きことかなという形でですね、結構これに関してはやっぱり賛同のコメントが多いよね。でね、これね、イタリアがね参考にしたのはフランスで採用された中国製の EV 購入抑制政策って書いてあったでしょ。それがこれなんです。私動画作ったかな、ツイッターではですねこれ共有したはずなんだけれども、はいちょっと怖いになります。はい、中国のですね電気自動車輸入を抑制するですねフランス、韓国製まで補助金で不利益が、そうなのよ。俺これ大爆笑だったのがね、フランスがですねこれね、同じような形で、中国のですね電気自動車には補助金出さねえぞーみたいなですね政策を取ったのさ。でもねその結果余波を食らってですね、なぜか韓国までダメージを食らうという大爆笑で、日本はですねまだね電気自動車そんな本格的に進出してないから、日本へのダメージはすんげえ軽いのだから笑えるの。ちょっと読んでみるよ。フランス政府がですね中国製の電気自動車の、輸入抑制を試みる中で、韓国製の電気自動車が共に補助金政策で不利益を受ける可能性が大きくなりました。よっしゃ、アメリカ、政治メディアのですねポリティコはですね18日フランス政府当局者の話として、フランス政府が具体的な電気自動車補助金改変内容を盛り込んだ施策規制をですね19日に発表する予定だと報道しました。フランス政府は新たなですね、補助金基準化に適合すると判断される車種リストを12月中旬にも公開する予定でございますという形で、要するにこれも自国のですね、自動車メーカーを保護しますという形なんですよ。はい。これがですね、これが世界の流れなのでございます。あの頃、この苦しんだですね、これね、白人のエゴがですね、中国に向かっている最高のニュースでございました。で、これね、これメイさんがですね、一番最初にお届けしてくれたですね、これですね。どこだっけ？はい。炭素国境調整メカニズムなんだけど、これね、多くの企業にも関わってくると思うんで、一本ですね、これね、これに関してですね、簡単に説明をしてくれている日経新聞の記事がございますので、こちらをですね、ちゃんと一度ね、お伝えをしてですね、ちょっと終わりたいなと思います。いきますね。国境炭素税とは何なのか。これ日本の企業もね、ゴリゴリに関わってくるので、絶対にしといた方がいいからね。はい、環境規制の緩い国の輸入品にですね、関税をかけるんだとね。つまりですね、さっき言った通りですね、どこ行った、これかな、そう、この順番ですよね。上からね、一番多いのは中国、アメリカ、それ3番目がですね、EU 各国、で、4番目がインド、5位がロシア、6位ジャパンと、で、7位がイランというような形、でですね、これね、EU、そうだよね、という形でですね、こう炭素の排出量がこうランキングされてるんだけども、圧倒的にどでかいのが中国なんですよ。だからこの炭素税でですね、圧倒的に苦しむのが中国であるというような、そういう背景があるんだね。いきますよ。ただし日本もですね、注意しないと結構ダメージ受けるからね。はい。国境炭素税と、環境規制のですね、緩い国からの輸入品に事実上の関税をかけるというですね、欧州連合 EU の新たな仕組みでございますと、国境炭素調整措置、CBAM の導入は世界で初めてですと、2023年10月から事業者に対するですね、炭素排出量の報告が義務化されまして、26年から排出量に応じて、実際の課税が始まりますと、そのグラフがこちらでございます。ね、ここは中国だと思ってください。排出量の規制が不十分な国、そう、世界ナンバーワンは中国でございます。はい、これが中国のですね、売っている金額なので、で、この金額で今まではですね、ヨーロッパで物が売れてたんだけれども、そこにですね、はい、上乗せ、この関税ね、排出枠の購入などを義務付けたりとかしてですね、なんかこう、金額的なですね、負担をですね、強いるような法律になっております。だから今までのとはですね、違う、高い値段じゃないとですね、これ売れないと。つまり、安いから中国製品だという状況が、ヨーロッパでどんどん消えていくという仕組みなんですね。はい、対象輸入品はですね、鉄鋼、アルミニウム、セメント、電気、そして肥料など、運用状況を見て今後、対象製品が拡大される可能性は十分にございます。というかね、もう、電気自動車とか、電気自動車の部品であるとか、太陽光パネルとか、太陽光パネルの部品であるとかっていうところまで拡大することは、おそらく、というかこの状況を考えたら、間違いなく視野に入ってます。となったら、EU 全体の懲罰課税に加えて、イタリアとかフランスみたいな、ね、世界各国が、個別にやってるですね、この補助金によるですね、中国への不利益。ね、これ、二重で襲いかかってくる。んです、中国には。ね、そういう状況なの。だから僕は嬉しいんです。はい。排出量を上回る排出枠をですね、保有する企業は、排出枠を売却して、排出量に対して、排出枠が足りない企業は、排出枠を購入するという必要がございます。日本はですね、対象製品の輸入量はそもそも少ないから、そんなにダメージはないんだよね。日本企業が第三国で生産をした製品を輸出する場合、課税の対象になる可能性があると。そう、だからこそですね、日本企業って最近中国からめっちゃ帰ってきてるでしょ。こういう背景があるらしいんですよ。ちょっとコーヒー飲みます。
そして EU はですね、50年までに、温暖化ガスの排出を実質ゼロにするという目標を掲げています。24年には、域内で、実施済みの排出量取引制度、ETS の対象を海運業界にも広げますと、世界銀行によると、世界で70以上の炭素税や排出量取引制度が導入されています。この脱炭素の流れは世界的な潮流でございます。グローバル企業は、国や地域の状況に応じた対応が求められているというですね、そういう内容でございます。はい、で、大体分かってもらった。だからね、これを無視して今後、国際取引っていうのは絶対にできませんよね、という新たなルールがですね、追加をされたと。で、そのルールで中国が死ぬほど苦しんでると。なあ、俺たちがですね、この脱炭素のね、わけのわからんルールをですね、もうね、細かく守ってですね、苦しんでるのにですね、中国は全然ルール守らずですね、ね、石炭火力発電で、ブイ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 言わせて、二酸化炭素出しまくってるのに、そのおかげで安くなった製品をですね、海外に出されたらですね、我々だって溜まったもんじゃない。僕たちだって溜まったもんじゃありませんからね。その中国が、ってひどいダメージを食らってます。ぶっ潰れちまえ、中国という形でですね。はい、まあ、あの頃苦しんだですね、白人の猫が中国に向かっていて、もう嬉しくてたまらんという動画でございました。はい、中国はですね、この苦しんでる動画っていうのはですね、僕はね、もうたまらなく嬉しいので、今後もどんどんね、取り上げていきたいなと思いますので、もしよければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさん動画終わりたいと思います。じゃあちょっとお迎え行ってきます。じゃあね、バイバイ。